さあ懐かしのゲームから現在の人気ゲームを3分で紹介、新企画俺的ゲーム速報。あこれダメだわ、俺的オールドゲーム紹介ってダッセー。ネーミング募集します。全国の動画サコバシアの放送部タクです。いややりたかったんですよ本当に。これはねニーズを全く気にせず進行していこうかなと思っております。まあ、私現在22歳平成7年生まれなんですが、幼少期はゲームで生活してました。でも家にあまりお金がありませんから、お金持ちのあまり好きじゃなかったやつとね無理やり仲良くなってゲームをしに行っていた記憶があります。裏で地球防衛軍と呼ばれてましたね。いつもやっていいって聞いてたゲームのタイトルですね。そんなゲーム黄金世代を生きた僕が決まった年に流行ったゲームなどを見て紹介していくという新企画でございます。一緒に同世代の方は懐かしいなと思っていただければと思います。では早速、初回は2001年から2003年でございます。理由はね、僕がゲームにハマるきっかけになったソフトが発売されたんすね。早速紹介、まずは2001年売り上げトップ10でございます。はい、もう泣きそう。まだ僕幼かったんで FF やってないんですよ。ここではやっぱり後の伝説になりますスマブラですよね。みんなやった。そして第10位、メタルギアソリッド22が一番面白い。それ出すのジャック、私が欲しいのは権力ではないってやつね。ジャック、これ流行ったんですよ当時。他にもランキング33位にピクミン、テビルテビルってね、あの敵のバケモン完全にトラウマでしたね。さらに42位ルイージマンション、バグが多い。言うてこのゲームキューブ壊れがちでしたよね。シーンみたいな。他にも動物の森、モンスターファームとね、まあ、数々の名作が発売された年です。ちょっと時間の都合上次です。2002年トップ10です。はい、もうここからポケモン伝説ですよね。交換機能とか色違いポケモン、卵を孵化させたくてアドバンスをテープで固定してましたね。朝起きたらジグザグマとの戦闘画面っていうね。そして4位に名作キングダムハーツで、なんといってもマリオが 3D 化しましたマリオサンシャイン、これはマジで名作。まあ、サンシャインっていうものを集めていくんですけど、序盤の鳥かごの中のシャインむずすぎ、汚染された川トラウマやり込みましたね。その上マリパ4、これもマリパ史上一番面白い。5も買ったんですけど4やってましたもんね。あとは23位僕の夏休み2ね、学校に似てるやつがいてあだ名が僕の夏休みでしたもんね。あとは47位スターフォックス、なんだこの神ゲーは。おい、後のアサルトの方が神ゲーなんですけどね、今プレミアついて1万8000円くらいしますからね。あ、ちょっと転校してしまってますね。時間があれなんで最後の年いきましょう。最後2007年トップ10でございます。まだこれポケモン2ですよ、ルビーサファイア。これルビーを攻略してねサファイアも買ってたんですよね、出るポケモンが違うとかで。1位を飾りました FF ユリッパーの時代ですかね。僕やったんですけど過去作をやってないから世界観についていけず挫折しましたね。 FF の紹介をね期待してた人ほんますいません。でも結構同世代の人このパターン多いんじゃないかなと思います。あとはマリオカートダブルダッシュね、これ二欠ができたんですよね。これも今プレミアがついて2万くらいします。僕の中ではこの作品がマリカ史上一番面白いと思います。あとは19位に入っておりますポケモンコロシアム、出たよポケコロ、これめっちゃ面白い。あんまりなんか覚えてないんですけど結構やったと思います。あとはバイオハザードアウトブレイク、怖い、たまっ序盤のリッカーがトラウマ。45位ラチェクラ、これもやりましたね。2が一番の名作なんですけどね。はい、というわけで以上が2001年から2002年の俺的ゲームでございました。ごめんなさい、他にもねガンダムシリーズとかアーマードコアの最初とかね武装シリーズとか語りたいんですけど、ちょっと初回ということまでざっくり紹介させていただきました。皆様の中でこの年代のゲーム語れるところがありましたらね、コメント欄長くなってもいいんでお書きください。酒のつまみにさせていただきます、マジでお願いします。さあ次回はあるのかな、2004年から2006年を紹介していきたいと思います。ドラクエ8に塊魂が来ますよ。またお会いしましょう。ちょっと一人で興奮してしまってすいません。おやすみなさい。あ、2001年のかっていうゲームにハマった同士おる？